はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。龍河如く5、プレステ4リメイクなんですけど、第4部、品田達夫編ですね。ストーリーいきたいと思います。まあ、前回バッティングセンター行って、そのもうそれから出るって感じですね。ギャラ入ったんだろ。牛島さん、付けの生産がてら飲みに来いや。あ、それがもうはい、金がないってか、しょうがねえな。今日のお通し、あんたの好きな味噌煮込み作ったんだ。とにかく店に顔出しや。本当ありがとう牛島さん。待っとるで、寄り道したらいかんよ。やっぱ持つべきものは友だな。さ、煮込みが冷めないうちに内目さんの店に行こう。熊野大通りだったよな。熊野大通り。お、やっとあの規制が外れましたね。とりあえず行きますか。湯気出てますね。湯気が、美味しそうだ。匂いがするんじゃないでしょうか。あ、ここも湯気出てる。すごいな、湯気長崎ちゃん。で、これもこっち、こっち、あれ、こっちか。あれ、行き過ぎた。ここか、どこだ。いらっしゃい。おお、あんたか、品田。牛島さん、牛島さんの人情に涙が出そうっすよ、俺。何言っとるんだ。本当は付け払うまで水一杯飲ませたねえわ。だで、商品券でもええから回収しなかんわ。え、なんで知ってんすか。たけえ、俺は商店会長だで。あんたがホームラン打ったら俺んとこに連絡するように言ってあるんだわ。あのおばちゃん、ほら、これ一杯5,000円。それが何、商品券すらもうあれせんのか。頼む牛島さん、今日だけは許して。ギロから何も食べてないんだよ。お出口はあちらです。足元の段差に気ぃつけや。お願いします牛島さん、何か一品でいいですから。よう、そんなこと言うがね、品田。前はよく食わしてくれたじゃないですか。そう言って、たまりにたまったツケがいくらになってると思っとるんだ。偉いのはみんな一緒だわ。俺でも何とか助け合って楽しく生きてこうとしとるんだわ。あんたはそんな人の優しさに甘えてばっかりだわ。おい、あんかけスパゲティ遅えぞ。まだか。はい、もうすぐだわ。珍しいね、あっち系の人がこの辺うろつくなんて。喪服着てるみたいだけど、何かあったのかな。見んといて。え、東上会と近江連合って知っとる？関東と関西のでかい屋さんの組でしょ。そうだ。そこの幹部の安住と高知って男が今日禁煙で死んどったとさ。え、殺されたの？
事故だと。いや、ついてねえ。その遺体の引き取りやら事故を起こした野郎をとっちめるとかで、両方の組織の人間がこの辺をうろついてるらしいわ。この辺ヤクザ見ないから好きだったのにな。無一文で来るあんたに比べたらやっぱだ、ええお客様だ。そうそう、極道に加え変な男も最近この辺うろついてるらしいわ。変な男？帽子を深くかぶってマスクした怪しい男が近衛で誰か探しとるらしいわ。やばいやつかもしれんから変に関わったらいかんわ。あれ、マスター今日混んどるね。今カウンター開くで座れるがね。よう、風俗レアターの兄さん。確か警備会社の大野さんでしたっけ。あんたが出しゃばってくれたおかげでわしの顔に穴が開いてまったかね。どうしてくれるの。それは大変ですね。ジュースがほっぺから漏れるでしょ。たけ、この怒りどこにぶつけたらいいか教えてちょう。そうだな、バッティングセンターなんてどうでしょう。あれ結構いいストレス発散になりますよ。ふざけとんのか。ふざけてないよ。ふざけとるかや。だいたいさ、逆恨みにも程があるんじゃない。何？あんた最初からあのバットが偽物だって知ってたんでしょ。何言っとるんだおめえ。分かりやすい動揺しちゃって。最初からヒビか何か入れといた偽物とすり替えて鳥山さんに運ばせたんですよね。わけわからんこと言っとると憂さ晴らしてなくマジでいかんぜ。図星か。俺が今まで何百本割れたバット見てきたと思ってんだよ。落としたくらいであんな割り方するはずないんだよ。鳥山さんにわざと破損させて弁償させた上に自分たちでお宝バットをせしめようって悪巧みでもしてたんじゃないの。そこまで見当ついとるんだったらまあいい、消してる。あれ、名古屋組に勝ち込みさせるんじゃないの。とれくせえなクソだけ。お宮の悲鳴でほっぺのうずき癒してもらおうか。後悔させたるわ。これ使うのか。うっういっ。細いやつがいいね、こいつは。細いやつ。いいね、あ、バッタあった。外せ、はい、やめた。ナイス。パイロン、パイロン、いいじゃない。おお、すごい、この扱いがすごい。強い強い。サイドは。
掴み強化、掴んだ敵を投げやすくなる。強奪の極み、敵に強烈な一撃を入れつつ武器を奪う。奪える武器と奪えない武器がある。特定の武器を持っている敵に三角極みか、酔っていると攻撃力が上昇する。この借りは早返したるわ。覚悟しときゃよ。はあ、散々な一日だった。早く帰ろ。ということで帰るんですけど、どこだこれは。こっちか、こっちだね。うわ、いや、敵を、あ、達也。ダメだ。この町は危険なお店が多すぎる。地元に人に聞かないと、あたりのお店、わからないな。なんだ、あの人。なんか顔色が悪い。けど、大丈夫か？あ、なんや、これ。もう、やるしかないの？はい、もちろん。話どうしよっかな。もう地雷踏むの嫌だな。どうしたんですか？なんかすごい顔色悪いですけど。え、顔色悪い？いや、そんなつもりは。だけど、よくわかんないけど、大丈夫ならいいや。それじゃ。ああ、待って待って、あなた地元の人だよね。まあ一応そうだけど。あの、僕達也って言ってシェフやってるんです。テレビでイレギュラー番組持ってるんですけど、知りませんか？え、マジで？あんた芸能人なの？芸能人って言うとちょっと違うけど、一応テレビには出てはいますね。あ、すげえ。あんまテレビないからどんくらいすごいのかよくわかんないけど。で、その有名シェフが俺に何の用？あ、今オリジナルご当地メニューを作って各地のお店をお手伝いするという企画をやってて、そのヒントになるものを探してるんだけど、錦糸町はなんというか独特のセンスな店が多くて困ってるんですよ。独特のセンスって、ああ、なんかあれでしょ、激辛かき氷とかあんこのパスタとかその類のやつ。そう、まさにそれ。びっくりしちゃったよ。どこ行ってもそんな形なんだもん。いや、どこ行ってもってことはないでしょ。確かにそういう店もあるけど、レアだと思うよ。いやいや、道行く人に聞いていったらそういうところがほとんどだったんだよ、本当に。なんて聞いたの？この町にしかないご当地感満載の店知らない？って。そりゃ聞きたか悪いでしょう。俺だってそう聞かれたら面白方向で答えるよ。じゃあ、奇抜な感じじゃなくて美味しいご当地料理のお店知ってる？俺はあんまり金ないから、いい食事はしてないけど、それでもいくつかなら思い浮かぶよ。教えて、ぜひ。ちゃんとお礼はするから。マジで？教えるだけでお礼してくれるの？やるやる、全然やる。ありがとう、まさにウィンウィンだね。いや、助かったよ。それで、
お礼っていかほど。よくぞ聞いてくれました。お礼はなんとなんと達也直伝、明日から食事がとってもハッピーになるスペシャルアドバイス。スペシャルアドバ、あ、お金がなくても大丈夫、心持ち一つで日々の食事はずっといいものに変わるんだよ。さよなら。ちょっと待った、え、白状すぎるでしょね。いやだって俺って言ったらお礼でしょうが、何そのアドバイスって。やるって言ってくれたのに、う、全然やるって言ってくれたのに。わ、わかったわかった、男ユニコーンはない、やるよ。本当に？やった、ありがとう。その代わりちゃんとお礼してもらうから、そこのとこよろしく。任せておいてよ、そこはバッチリだから。それじゃよろしくね、待ってるから。はい、達也のやつですね、相変わらずの。でもこれ結構店紹介したらいい技教えてくれるんでいいっすよ。技っていうか体力とかがゲージが上がるかな。交差点、はい、とりあえずこれでこっち行ってみましょう。ストーリー、あれどこだ、こっちか、どこだ、こっちだ、この路地だ。だ、誰だよあんた。金栄町である男を探してる。牛島のマスターが言ってた人か、あんた。町の人たちも不気味がってるぜ。平和な金栄に揉め事持ってこないだよね。俺が探している男は一見この町に溶け込んで暮らしているが、誰もその男の過去を知らない。元プロ野球選手である過去、心当たりが。知るわけねえじゃん。知るわけねえじゃんか。気を抜くとまだ東京の言葉が出るんだ。元名古屋ワイバーンズ、背番号47、品田達夫。お前に頼みたいことがある。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。ああ、とりあえずこれで一応終わりましたね。またショー変わりそうなんで、一回これで区切りたいと思います。はい、すいません。ご視聴ありがとうございました。